ただいまツイートしました。ツイートしたよ。お腹がグーグー鳴っている。こんばんは。なんかモヤモヤもだいぶ落ち着いてきたかもしれない。なんかもう何のモヤモヤをしているんだろう私は今日。みんなとハッピーハッピーで会いたかったですよ。ハッピーな気持ちで。なんなんだ。ツイッター見た、ありがとう。ハッピーハッピーで会いたかったな、ショールームでも。何があったんだ、終演後からの家に帰ってくるまでのパセリに一体何があったんでしょう。自分でも分かりません。なんかちょっとメソってる。めっちゃ可愛い。私が今日の主役だったみたいです。わーい。また今日もう汗がさ、めっちゃ汗かいたけどさ、またあの綺麗にした状態の時にスクショタイムするね。スクショタイムまた改めてちゃんと大人っぽい髪型の時に撮って。みんなもう25歳なのに超お子ちゃまだったかもしれん今日。いやあとね、なんかすごくモヤモヤの、これがモヤモヤの理由ではないんですけど、なんかすっごい不思議に思うことがあって、不思議に思うことがあってね、他のメンバーの生誕祭ってさ、年齢をそんなに幼いじゃないですか。何歳の誕生日とか言わないじゃないですか。でもマイカは私の25歳をめちゃめちゃいじってくるんですよ。リハとかでもあの曲中の煽りとかも全部パセリの25歳の誕生日がどうとかでとか言って、どの曲の煽りも全部25歳っていうフレーズワードを入れてきて、めっちゃ25歳言うやんと思って、やたら25歳いじってくんなと思いながら、したリハ終わりに奥さんがあんま年齢言わない方がいいって聞いてきたから、あお願いしますって言ったけど、結局自分であの結局ね、鍵穴の時にめちゃめちゃ自分で自虐しましたね。でも自虐って言ってもさ、別に年齢、私この年齢に対してなんかすごいいじられるけど、自分の年齢を恥ずかしいと思ってないんですよ。私が25年間生きてきたっていうだけじゃないですか。なんでそんなにさ、なんかもう、そう、まだまだ人間界においては若いですし、そうなんですよ。だからなんかアイドルの世界ってそういうおばさんいじりみたいなのがすごくあのもうね、文化みたいになってるんで。気にせず頑張りたいと思います。大人っぽくなりたいです。わーい。これはこの前岡山でした髪型をあのメイクさんに見せたら、なんかめちゃくちゃアレンジしてくださって、これにしました。でもこの花冠だったらさ、ハーフアップ良かったなと思って、ハーフアップでお姫様になるのも良かったですよね。ちょっとさ、またさ明日以降とかにさ、あのハーフアップでお姫様みたいにして、これの花束持ってこの風船も飾って配信するので、あのよろしくお願いします。マイカーのメンバーはパセリン寺に集合して、ここのこのスペースであの講演をしてくださいね。もう一回最初からシェカラシカから風船ね、聞いてください。今日ねあの表口から出たんですよ、あの会場の。だから今日お祭りがあってて、会場の下でめちゃくちゃ人が多くて、その中をこの風船、このねこの風船を持って、この花束も持って、この花冠もつけて、人混みの中をこれを持って歩いて帰ってきたんですよ。そう、
歩いて帰ってきたというか、あの移動車に乗るまでの間、そこの人混みをかき分けてこの風船で帰ってまいりました。めちゃめちゃ目立ってたし、人にボンボンぶつかってて、でその車の中も、車の中もね、もうこれで埋まるんよ。だから私こんなずっとこれでここに風船が2個あって、もう首寝違えるかと思って思ったけど、絶対この風船は持って帰ってきたくて、めちゃくちゃ可愛いから、あのスタッフさんにもパセリこれどうするって言われて、大きいけどどうするどうするって言われたけど、絶対持って帰りたいと思ったから、もう意地でも持って帰ってきました。これをトランクに積めなかったんですよ。トランクに積んだらさ大変なことになるから、これはもうずっと座席の目の前でこうやって書かれた。こんばんは。わあ。風船と今日から暮らすことになりました。ビヨーンビヨーン。見えないよね。そう、あ、メールで送った写真、後ろ姿。そうなんですよ、みほりに撮ってって言ってお願いして撮ってもらった。え、可愛いでしょこの上着、古着屋さんで買ったんですよ。やっと着れました、寒くなったから。みんなどうだったかな、スピーチ伝わったかな。なんか、あ、ギフトありがとう、たくさん皆様。読めてないんだよね私、もしかしてタワーも来てるよね。あ、待って、遡れるかな、遡れなくなってる。んー、また教えてください。そう、お母さんから手紙だったんですけど、この前お母さんと会った時に、私今年の生誕祭絶対沖さんかそらはさんから手紙がいいんだよねって話したから、めちゃめちゃ気まずい気持ちになった。めちゃめちゃ、しかもそれを何回も違う日に LINE とかでも電話、テレビ電話とかでも何回も言ってたから、めちゃめちゃ気まずくて申し訳ない、ありがとうございます。うん、本当にお母さんの気持ち。アフタートークもぜひ見てくださいね皆さん。アフタートークでもその話、その話ではないけど、まだそのお手紙についての話をしたので、2人にプライベートでお手紙書いてくださいって言って断られたので、アフタートークもぜひご覧ください。うん、生誕祭終わってから連絡来てないですね、お母さんから。始まる前には来てたけど、わーい。アフタートークはね、もうただのパセリ得な時間でした。あと、あ、あのフラワーギフトのやつもありがとうございます。その撮影もしてきました。終わってすぐ汗だくな状態で撮影してきたので、あのフラワーギフトを送ってくださった皆様には後日パセリの写真付きで届くと思いますので、お待ちください。あれ、去年私の生誕が終わったぐらいから始まったから、なんか初めてだったから、よく仕組みをまだ理解できてないけど、あれを購入して送ってくださった方に私の写真が多分届くと思います。お母さん手紙泣いた、嘘じゃん、嘘。私からしたらね、もう今までの、私も知ってるあれを、今までのことをだったから、そういうことあったなみたいな感じで聞いてました。あ、そう、 iPad みたいなやつのツーショット、そうそうそう、それそれです。え、なんかこれパセリかと思った。これパセリじゃないよね。これ、これはなんだ、お母さんの手紙入ってんのかな。手紙、あ、入ってる。お母さんの手紙見るか。え、そらはさんが手紙こうやってひゅってしたから、そらはさんからやと思ったんですよ。違った。
母さんの手紙。じゃーん。なんかね、そう、なんでソラハさんからかと思ったかっていうと、なんかいつもプレゼントくれるときちっちゃい手紙をつけてくれてたんですよ。でも今年それがなかったから、あ、これは生誕で書くために手紙をつけなかったんだと思ったら、ただの普通にただ手紙がない手紙がないタイプなだけでした。ただの私の希望から来るただの解釈でしたね。すごい、ありがとうございます。ちょっと待ったは、うん、台本上で最後の挨拶をしましょうが沖さんっていうのは分かったから、沖さんちょっと待ったではないなっていうのは分かってましたっていう話を昨日も配信でしたんですよ。だから沖さん以外の4人の誰かだろうなと思ってて、こんばんは。予想が当たったこともあれば当たらなかったこともあったって感じの生誕祭でした。そう、生誕の主役のメンバーにはその生誕祭の進行の誰がお花係とかの紙が来ないんですよね。データが来ない、台本来ないので、メンバーは誰がするかわからないの本番までとか、本当にちょっと待ったがなくて終わるかもって思いながら過ごしてるって感じです。そうなんですよ。なんかソラハさんにこの前、もしソラハさんがお花係だったら、パセリがソラハさんの生誕の時にしたみたいにひざまずいて王子様にして渡してくださいって言ってたけど、お手紙だった。手紙係トマト、おんぶしてもらったけど重たくて申し訳ない気持ちになった。逆にしたらよかったです。でも客席にパンちゃんいたから、パンちゃんのお手紙もありえるかなと思ったんですよね。パンコちゃんもありえるなと思ったけど違いました。なんかここに口の端になんか住んでるかも。なんかあ、アイスかも。アイスの小枝アイス食べたから、その小枝アイスのかけらがいました。ありがとう皆さん。あ、マイキューさんさ、原稿用紙5枚書いたよって言ったけどやっぱ嘘だった。サヤも書いたよって言ったけど嘘でした。違った。わーい、今日からこのお花とこの風船と過ごすので、このお家はいい香りに包まれると思います。そのパン2号です、私。なんかね、あんなと沖さんがね、あやパンが目の前にいすぎて、あやパンをパン2号呼ばわりするのは申し訳なくて、パセリをパン2号にしたらしい。なんか私のさ、いない MC の方どんな話してました？気になる。私がいない方の MC パセリの話してた？本当に。なんか私今日の生誕さ、なんか生誕ってさ、生誕のメンバーのことのなんか褒めたりとかするじゃないですか、こういうとこがって。でも私今日なんか褒められた記憶があんまなくて、なんか褒められてましたか私？どうでした？なんかあった？やばかった？何？褒められてないよね。なんか裏で聞いてる感じもなんか全然褒められてる感ない気がしたもん。あ、セリカは誰のものって、え、あれ映ってましたか？私今日のさ、アーカイブのデータも欲しいよ。
なんかもうただの私得なやつでした。あ、SK 劇場出張公演でパセリちゃんして見に来ました。ありがとうございます。今日は生誕祭がありました。とっても可愛いティアラをいただきました。わーい、めっちゃ可愛いです。でもなんかメイクさんが結婚式とかも担当する方で、聞いたら今時の人ってこうやったらこっちを前にするとみんなと被るからって言って、あえてこっちを後ろにする天の尺のやつが流行ってるんだって言ってた。みんなと被りたくないからって言って、この素敵なこっちのティアラ側をね後ろにする人もいるんだって。私みたい、天の尺で。沖さんがビジネス好き疑惑の話してた、いつ、いつですか、公演じゃなくて、公演の話。そこの MC は私もいたよ。わーい、今日楽屋でそらはさんとあんま一緒にいれなかったです。なんか今日はね、あ、なんかお祭りがあったからマネージャーさんがポテトを買ってきてくださったんですよ。それのなんかガーリックみたいなやつがめちゃくちゃ美味しくて、それをずっとみほと食べてた。日本の横に座ってずっとそれを食べてたから、ソラハさんと全然一緒にいれなくったから、帰る時に助手席に座ってるソラハさんに向けて今日全然一緒にいれなかったって送った。あ、夜行バス乗って帰ります。ありがとうございます。あの、気をつけてください、夜行バス。ちゃんと寝てね。寝る？ありがとう、来てくれて。新幹線の皆さんも乗り過ごさないように気をつけてね。もう遅い時間だから無事着いたかな。ホテルに泊まるよって方も、あの、これから飲みに行くよって方も、あの、気をつけて暖かくしてね。そうなんですよ、ポテト美味しかったですポテトの感想。お、家に着きました、よかったね。ドリミネーション綺麗だったね。おー、あ、カステラ、ベビーカステラね、食べれなかった。私ポテトしか食べれてない。そう、マイカー、私ダイナモマイカーがいい絶対に。理由はアーカイブで話したけど、もう沖さんから手紙が来るまで一生私はもうマイカー公演で生誕をしてもらうことにします。アイドルでいる間ずっと もう絶対に毎回しかダメですって言って、もう毎年違う人が書くの毎年違う人が書いて、あの、ファンの皆さん、沖さんが書いたらもうパセリは満足しちゃうって分かってるから、毎回違う違う人にわざと言うの。それな、お見送りになるの悲しいよね。今日も一人一人にありがとうって言いたかったな。ちゃんと目を見てさ、ありがとうって言いたかった。え、なんでよ。なんでよ。今日生誕だからさ、めっちゃ下まつげまでなんかボキボキに塗っちゃった。こんばんは。ほえほえほえ、シンポジも無事に終わって本当にほっとしました。うん、ほっとほっとした。もう11月入ってからというか10月の中旬くらいからずっと何かを覚える作業だったので、 でもそれもファンのみんなにやっぱこの曲、え、この曲見たかったとかあるじゃないですか。それで喜んでもらえる、喜んでもらいたいっていう気持ちでいっぱい頭こううーってなって、もう頑張れって。でも自分も楽しみながらやれたからよかったですね。これからもいろんなポジションとかを
たくさんたくさん経験してもっとたくさんステージに立つ機会が増えるように頑張りたいと思います。本当にね、お話し会が20日にあるんですけど、なんかもうね、話すことしかないよね。本当にツアーとかだし、初めて来るよって方もなんで好きになったかを知りたいし、教えてほしいし、みんなのことも教えてほしいし、なんか私はショールームとかでさ、自分の今日あったこととかメールとかでも送れるけど、みんなの普段どういうあの過ごし方をしてるかとかもなんか知りたいんですよ。やっぱりどういう方なんだろうとか、なんで私を見つけてくれたんだろうとか、これまで私を見つけるまでどういうアイドルが好きだったんだろうとか、なんかそういうことも知りたくて、だからなんか話すことが思いつかないよって方はぜひね、そういうね、あの、まあ、ライブの感想とかもそうですし、これまでどういう経緯でこういう推し活をしてきてパセリと出会いましたとかでもいろいろ聞かせてほしい。みんなの話せる範囲でね、もう住所とか聞かないので、住所を聞いたらもう終わっちゃうので、ね、もうお互いもうできんない会えなくなっちゃうから。あ、ソラハさんがつい写真くれた。ちょっと待って、ツイートしようかな、もう一回。12時までしかできないから、ちょっと待ってて、やってもらってもいいですか。ごめんね、待っててください。